ここから直接来れんだね。すごい。はい、今日はねこれに来ました。ドラクエウィンドオーケストラコンサート。今日のね、僕はお昼の会場っていうかお昼の会を聞きます。でうちの奥さんはお昼の会と夜の会ね、こちらをね、両方聞く予定です。楽しみ、めっちゃ楽しみ。ちなみに今はまだ1時過ぎで会場してないんでこれ待ってる様子ですね。そんな感じ、こんな感じでみんな待ってます。で実はねこのチケット、うちの奥さんがね盛況で注文したらですね、なんと応募当たっちゃってそれで来れるようになりました。で僕がこれちょっとぼやけてるけど1階のね5列っていうもう真ん前のね席なんですけど、こんなに真ん前の席でオーケストラ聴くの初めてなんですけど、今日はそんな感じの席になります。で僕はこれ1階の5列18番なんですけど、実は奥さんはね3階なんですよ。でしかもね僕がこの昼公演のみで奥さんが午後公演も聞くので、実は席もねバラバラで現地解散っていう流れです。さあじゃあ行こう。ですよかった、よかった、めちゃくちゃよかった。いやー大晦日にねコンサート聞けてよかった。奥さんはこのままね天空シリーズね4、5、6 の、 コンサートこのまま見るんで、まだまだ、国際フォーラムの方でねしばらく1時間半ぐらい待つのかな。なんでねカフェ難民になるらしくどっかうろうろするそうです。いやーでもね今回のねコンサート、ワン、ツー、スリーのコンサートって僕初めてじゃないや、2回目ぐらいかな、2回目ぐらいなんですけど、いやーよかったね本当に。また来年もね公演スケジュールがいろいろあるらしいので、ちょっとタイミング合えばね行きたいな本当。奥さん今ちょうどドラクエ10やってるから、ドラクエ10でもね過去作のその BGM 使われたりするんで結構馴染み深かったみたいでね、良かったです。準備されたっていうか、お、もう火が、こんばんは。よろしくね。さあ、そばの準備が整ってきましたよ。これね。僕あっちが豚汁で、僕らがねそばを作ります。すごい明るいな。で今日はね、先日僕テント張ってたんですけど、今日はここで。地元のね越年祭ということで12時ぐらいからね、まあ、初詣始まるんですけど、初詣に来た人たちのじゃなくて、まあ、来た方へ向けてのそばとかね、豚汁とか甘酒とかのね炊き出しを今から準備して行います。これねもう僕3年ぐらい、ここにね来て
てやらせてもらってるんで、今年もやりますよ。なんでね、まあちょいちょい動画撮っていくんですけど、あんまりね、長時間撮れないかな、準備とかね、結構バタバタしそうなんですよ。なんでね、今まだ9時ぐらいなんで、人はまあ当然いないんですけど、まあその内容というかね、状況をね、いろいろ伝えれればいいと思います。ちなみに、うちの町会と隣の町会合同でやりますよ。割と適当ですよね。なんとなく噛んで味見しながら、ちょっと薄いかなって、薄いからそれでいいやって。そう必ず煮詰まるから。準備しながら飲むビールが最高ですね。美味しい。すごい、日本酒をここで温めて保管してます。これ混ぜます？混ぜ。はい。まーちゃん、入れたよ。まだこれじゃあんまり変わんない。しないし、面白い。ほら、ちゃんと俺映してるんだよ。あと1時間ぐらいでね、年を明けるので、そろそろ準備が本格化してきました。消防団の人もね、こう火取り扱ってるんで、消防団の人も来てね、準備をしております。かがり火の準備ですね。じゃあ今年も終わりですね。今年も1年ありがとうございました。また来年もね、変わらず YouTube を続けて動画をアップしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。さあ、ここからね、夜中1時2時までね、そばを作っていきたいと思いますので、この辺にしておきたいと思います。この動画が面白ければいいね評価を、まだチャンネル登録をね、されてない方はチャンネル登録もお願いします。それではまた。